ともう目の乾燥が尋常じゃない。のでコンタクトを取ります。とコンタクトを取らないともう無理。染み渡りそうな目薬を。もうコンタクトが取れて嬉しい。私はコンタクトがもうずっとねしんどかった。今日みかんでも食べようビタミン明太フランスパンあるから食べようかなと思ったけど、もういいや、明日でいいや。もうね、本当はもう目がずっとこうなってました。ラストみかん、実家から持って帰ってきた。眠たいの、さすがに眠たいです。眠たいというかもうちょっとね、あの頭痛に変わるので、これ以上起きてたら寝ます。仮眠？ラジオ終わって3時間ぐらいは寝た。なんか耳がおかしい。スケさん、マイキさん、リョウヘイさん、マサヒロさん、ナラブさん、ラブレター、朝香さん、ゆうちゃんかわいいギフト、ひなつさん、ナラブさん帽子、みつるんさん、中野さん、たーさん、やじうまさん、猫、なんか耳がおかしいな、バオバブさん、モスコルさん、ともゆきさん、あだちさん、ありがとうございます。今日は2公演ありがとうございました。今日は昼夜2公演で、久しぶりに昼公演で、あの日から僕は変わったをやりました。日替わりユニット
久々にやりました。ゆうきさん、えりんちゃん、竹まつるさん、今もまだふーちゃん、ロスチューさん、いとちゃん、愛してますギフト、ありがとうございます。パウィンさん、ありがとうございます。あら、おいでます元気さん、ありがたわー、ありがたわです。画像と紙どっちがいいのかしら。あ、違うよ、紙がないんだよ今。そう、紙が今ないんよ。長谷川さん、並ぶさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。ストーリーシステム、ストーリーシステム、そう、買わないとね、ノート、ノートっていうか、あのサインノート、サインノート買わないと。紙？じゃあ後日紙に書くね。紙派だということで OK、 後日紙に書かせていただきます。ありがとう。今日は滝野さんの生誕祭。最近なんか地味にポニーテールはあんまりしてなかった。ツアーでまあいろんな髪型をしたっていうのもあって、そういえば最近写真撮っとこう、忘れん。あの最近あれだなって思って、ポニーあんましてないかもなって思ってポニーしました。さやまっちさん、奥行きさん、しまっちさん、まさひろさん、ありがとうございます。でももうちょっとあの頭皮が痛すぎてちょっとほどいて帰ってきちゃいました。いつもはほどかずに、そう、配信する日はほどかずに帰ってくるんやけど、ちょっと今日は頭皮が痛すぎて外して帰ってきちゃいました。うん、海苔食べよう。極み海苔。MJさん、ありがとうございます。お疲れ様でしたって公演ね、ありがとうございましたね。公演でやっぱね、芸者の階段、階段じゃないや、芸者の公演は結構ね、会場はいい。2期生の3周年をやった場所ですけど、すごくいいです。新曲もね、夜公演限定で、滝野さんの生誕祭なので、新曲披露しました。
その会場が広かったけんね、お見送りがめっちゃ長かったよ。コンサート並み。配信で見たよってね、アーカイブもあると思うので、見えなかった方も見てください。確かにアフタートークまでの待機長いね。お見送りが長いけん、確かに。ピロシさん、地方な大好きボーイさん、熊高さん、おはぎさん、ありがとうございます。ゆさなこさん、めちゃかわいいタワー、ありがたわー。そう、今髪ないんだよね。髪絶対髪買ってくるね。いや、髪あるかな、どっか。いや、ないよね。ないんですよ、ノートが今ないんですよ。ペンはあるんですけどね、ノートがないんですよ。めっちゃちっちゃいメモならあるんだけど。ゆさなこさん、ありがとう。まあお礼はね、後日させていただきます。ありがとう。今海苔食べた。配信が終わったらお風呂に入って秒で就寝とさせていただきます。そう、マネージャーさんに、吉田は鉄人2号だね、2代目鉄人だねって言われて、1代目は誰ですかって言ったら、横にいたアリちゃんが1代目鉄人らしいなんか種類が違う鉄人らしい。アリちゃんはその日に曲覚えてとかの、そういう系の鉄人らしいお耳治った。種類の違う鉄人。ドクダン、ドクダン、ドクダン。アリちゃんは来世のために鉄人もうやめたらしい全然意味わからんけど、来世のためにもう鉄人やめたからとか言ってた。ちょっと全然よくわからないけど、誰かに見られてるような、錯覚を感じてないか、それは愛愛愛、僕
僕には見当もつかない、てかでん紛れたい紛れたい、僕の存在なんか仕方なく消してしまいたいんだ、てかでん知りません、意味がわかんないこと言ってましたね。おはぎさん、すぐるさん、チホナー大好きボーイさん、みちきのこさん、ガエルサンタさん、ガイギフト、モンブランさん、まさひろさん、ミンミンさん、ありがとうございます。今世の分は使い切ったんですかね。メールも送っちゃおうっと、送っちゃおう。二公演ですね。てかインスタがね、早く1万人に行きたい。もうずっとさ、微妙なところでさ、ずっと同じぐらいで、どうぞ。インスタってね、こうなるよ、ずっとフォロワーが。まあここに言って、ここにね、見てくれている人に言っても、ここにいる人たちは基本的にさすがにもうフォローしてくれているであろうからあれなんですけどね、あれなんですけど、あの日から僕が変わった、おしました、そうですよ。今もし見て、インスタ見てて、間違った、配信見ててインスタフォローしてませんよって人がいたらフォローしてください。なんかインスタってさ、拡散みたいなのあんまないけんさ、難しいんですよ。ツイッターはさ、リツイート、リポストがあるんですけどね、インスタは特にないので、ストーリーに載せることぐらいはできるんですけど、いだだだだだだ、メールを送っています。やばい、配信しとること忘れそう、今このまま寝てしまいそうだ。絶対にお風呂に入らないと寝たくないからね。
まさひろさ、栃木のすさ、みみさん、あれは言ったか、ありがとうございます。さすがにそんなことないと思います。さすがに配信中に寝落ちすることはないと思います。今日は10時には寝れるかな、これから。ね、早めに寝ないとね。あきおさん、ありがとうございます。あ、いたった。今メール送ったから、もう仮に寝落ちしたとしても大丈夫。お風呂では寝ません。お風呂で寝たらやばい。お風呂で寝るのはやばい。お風呂で寝たことはないので大丈夫です。今まではないです。今まで生きてきてないです。ちょっと寝てみようかなと思ってお風呂でこう目を閉じたこととかはありますけど、ガチで寝てしまったことはないので大丈夫です。糸ちゃん、お化け、ありがとうございます。大丈夫です。短い毛が、え、爆睡しちゃいます。でもなんかさ、早寝早起き、なんか早寝早起き、早寝早起き、ちょっともう何喋っとるか分からんや。なんか長時間寝るのは寝るのでも、なんてやろ、あの決まった時間に寝るのと夜遅くに寝て昼まで寝るのとではやっぱ睡眠の質とかいろいろ変わってくるみたいなのをやっぱ最近聞くからさ、まあそりゃそうだよね。なんかできるだけ毎日決まった時間に寝ましょうみたいな、決まった時間に、だから11時に寝て8時に起きるとか、11時に寝て7時に起きるとか、そういうのをなんか決めろみたいなのをあったけど、そんなんね、もうこんな時間が不規則なお仕事をしている私たちはもう絶対に無理。まあ学生の頃とかやったらさ、学校何時の電車に乗って行くとかさ、何時に家を出れば間に合うとかさあるけんさ、起きる時間と寝る時間さ決めれるけどさ、決めれるけどさ、そうじゃないからさ、
なかなかそれ難しくないっていう、難しくないっていう。秋休み中、あ、早起き、いや違う、なんか割と早起きっていうか、うちのワンが、あのうちのワンが、あの白い方のワンが、あのケージに入って寝ているんですよ。私の部屋というか、まあ実家に帰った時のサラの部屋のケージに寝とるんやけど、朝6時ぐらいになったら、あのケージから出せって言ってクンクン言い始めるんよ。クン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 って言われて、もうそのクンでがもういっぱい聞こえて、もう寝れねえっつーってなるんよ。そう、寝れないじゃんってなって、それを出してちょっと起きて、おはようツイートして、でワンが落ち着いたらちょっと寝たりとかも、二度寝したりとかしてたので、そう毎日あの時間に起きてたわけではないです。さすがに休みの日に毎日6時半とか6時には起きない。そう、起こされるんですよ、実家に帰ると。犬はもう規則正しいですよ。お犬さんはね、もう規則正しいです。そっか、3連休、そっか、世の中3連休なのか。明日祝日か。明日何の日？10月。明日は10月9。スポーツの日だって。3連休。皆様は何をなさるのですか？何をなさるのでしょうか？今週割と忙しいかな。広島ちょっとね、雨降っとった。公演終わりちょっと雨降ってました。
お仕事、お仕事の方頑張ってください。祝日はただの平日。気温は低い。でもそれは嬉しい。気温が低い。でもそれは嬉しい。さあ、ネットサーフィンしよっかな。ネットサーフィン。ネットサーフィン。買い物。ネットサーフィン。買い物しよっかな。まだ9時か。あ、まだ9時か。なんか意外と早いね。なんかもうメール送れない時間かなとか思ったけど、いや全然あと1時間あるね。ネットサーフィンっていう言葉あっとるか分からんけど。間近で見ると美人さんですよねって。遠目で見たら美人さんじゃないですか。遠目で見たら美人さんじゃなかったですか。ありがとうございます。ネットサーフィンという言葉は合っているか分かりません。そう、秋冬、いやでもやっぱね、秋冬の服って本当に可愛いんよ。もういっぱいある。からね、ネットショッピング、本当に、あ、ネットサーフィンじゃない、ネットショッピング。でもなんかもう福岡で何個か洋服買ったんやけど、なんかあの夏の自分の私服を見たら、大体ここにリボンがあって、なんかリボンブラウス、リボンワンピースとか何かしらなんかリボンがついとって、なんかね、多分本当に自分がパッて目に行くものを買ったら、やっぱ自分がさ好きな系統って似るけんさ、もう欲しいものというか可愛いなって思うものが偏るんよ。偏るんですよ。でもそれは同じリボンがついてるならそれリボンついてるけど、まあ全然違うわけですよ。全然違うわけですけど、まあおじさまたちには同じに見えているかなとかどうか、そういうことも考えたりとかして、そう、秋冬はまあいろんな系統、なんかちょっと自分が普段選ばんけどみたいな系統の服も選ぼうかなと思って選んだりして買ったりはしました。そう、あと友達と行ったら、地元の友達と買い物行ったら、あのこれサラっぽいけど、あ、なんて言うの、サラが普段着とる感じじゃないけど、でも絶対似合う系統よみたいなやつを、あのそう言ってもらって、確かにと思って、そういうちょっと違う感じのやつも買いました。リボンも着るけどね。リボンも着ますけど、リボンも着ますけど、仕事よ。でもさら、なんか別にそんな、なんかアイドルだからこういう服着ないととか、みんなのためにこういう服着ないととかって思って着てないので、プライベートも普通にイベントとかで着る服もどっちも自分の
可愛いと思うものを着ます。じゃあもうちょっとそろそろランキング短いですが、そろそろランキングを読みたいと思います。思います。何が天の弱？全然何も今の全然別に何もないです。スマイルさん、信長さん、中田さん、並ぶさん、愛してます、ギフトありがとうございます。じゃあランキング見ますね。48位、えんちゃん。24位、あきおさん。13位、えりんちゃん。12位、めちきのこさん。11位、ばあばあさん。10位、まさひろさん。9位、竹松るさん。8位、たーさん、7位、やじうまさん。6位、ゆうちゃん。5位、あかえるさんとさん。4位、とちゃん。3位、ならぶさん。2位、ゆさなこさん、ありがとう。1位、おやだませ元気さん、ありがとうでした。それではね、本日公演に来てくれた方、見てくれた方、ありがとうございました。それでは終わります。また多分明日お会いしましょう。バイバーイ。